結局今メインは何なんですか。今何が多いんだろうね。本当にバラバラで、はい、でも、はい、まあ時期に時期によって違うんですけど、はい、今一番時間かけてやってるのは、映画ですね。映画の続編が制作がスタートしたんで、はいはいはい、なのでそれがまあ一番時間取ってるっちゃ取ってるんですが、とはいえ、はい、ミュージカルやりつつ、本やりつつ、ショートアニメーションやりつつ、街作りつつ、はいはいはい、なんか2、30個ぐらいは何かしら何かやってます。いろいろやりすぎっすよね。いろいろ、まあ一人でやってるわけじゃないですけど。一番最初はもうお笑い芸人さんですよね。あ、そうです、そうです。はい、え、お笑い芸人さんにそもそもなろうと思ったのって何だったの？小学校2年生の時に、はい、なんかテレビでお笑いやってて、はい、そのマネーを学校でやったんですね。はい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 、で当時その女の子と話せなかったんですけども、はいはい、その時に学校でやったらその好きな子から話しかけてもらえて、はい、それもむちゃくちゃ嬉しかったんですよ、はい、そのこれまで一回も喋りかけることができなかったのに、はい、そのお笑いをやったらあ向こうから来てくれるんだっていうのがあってそれで嬉しくて、はい、そっからですねお笑い芸人さんになろうと思った、小2のままそっからずっとそっから小2からもお笑い芸人になろうと思った。そう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 早いっすねそれでトントン拍子に行きました行きました、はいはい、行きましたね。すごいな、なんかみんな苦労するじゃないですか普通。いや苦労してないですねしてないですか。いや下積みがないですよ。じゃあもうトントン拍子に成功されて、いやはい、もう成功したのが大阪でスタートして、はい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 、で1年目でバーってなんか大阪の漫才の賞を取って、はい、で20歳の時に、東京に出てきて、はい、アメルの扉っていう番組がそこでスタートして、はい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 、そこから結構、まあ、テレビタレントとしてのキャリアのスタートがそこからですね。で今相方の梶作さんも西野さんも、はい、結局違う仕事をしてるという ね、はい、お互いがお笑いじゃない道に行くってなって、はい、なんかどういう話でまとまるんですか。いや別にね、僕も多分梶原くんもそうなんですけど、はいはい、何でもいいんですよ。何でもいいですか。その伝統芸能をずっとやっときたいっていう人ではなくて僕は2人とも、はいはいはい、なんか人を楽しませることができれば、その媒体も何でもいいし、でテレビでもラジオでも YouTube でも何でもいいし、で、その手段というか方法というかジャンルも職業も何でもいいっていう、人を楽しませることができるのであればっていう、そこですね。でそこはまあこだわってないですね。僕の西野さんの印象ってなんかこう実業家寄りっていうイメージだったんですけど、はい、そこからなんかサロンとかもされてるじゃないですか、はい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 、あれはどういう理由で始めたんですか。あれは、はい、オンラインサロンを始めたのは2000、どれぐらいかな、16年とかそれぐらいだったんですけど、はいはいはい、その前段階で、2011年、12年あたりにクラウドファンディングが来て、はい、でそこがちょっと強烈な体験だったんですよ。今だったら、今クラウドファンディングでもう結構、まあ、当たり前ですけど、はいはい、今から10年11年前とかは結構強烈な体験で、特にタレントからすると、そう経営者さんからすると、はい、それは当たり前じゃないかって話かもしれませんが、タレントって基本的には雇われる人なんですよ。なので、はい、どれだけ偉くなっても、はい、何かしようと思ったら、はい、まずは企画書を通さなきゃいけないですね、はい、つまりお金出してくれる人に、はい、なるほど、お願いするんだ、お願いしなきゃいけないんですよ、はい、そうすると基本的にこのお金出してくれる人が元取れそうだなっていう企画しか通んないじゃないですか。だからそうですね、はい、投資をして回収できそうなんですよ、はいはいはい、回収できそうなんですよ、まあ、そうですね、通さないで、もっと言うとこの人の想定の範囲内の活動しかできないって考えた時にあれと思ったんですよ。この人そんなにイケてるんだっけって、ああお金を出す人が、はい、出す人が、はいはいはい、そんなそもそもこの人が分かんないですよ、世界を取るっていうもうイーロン・マスクとか、はいはい、そっちの人だったらまだちょっと話聞こうってなるんですけど、多分そこまで考えてない、なんでこの人に企画書を出すことになってるんだっけって思ったんですよ。なるほどね、はいはいはい、時に、はい、もう嫌だなと思ってたタイミングで、2011年12年ぐらいにクラウドファンディングが来て、はい、で一回やってみようって言って、ニューヨークの個展をクラウドファンディングでお金集めてその当時やったんですけど、はい、その時の体験がやっぱでかくて、はい、そっか、自分でお金を集めてやってしまえば誰から口挟まれることもなく本当好き勝手なものができるんだと思ったんですよ。で基本的に、会議で落とされてるネタって何かなって考えた時に、もう赤字が確実に見込めてしまうもの、そうもうこれ赤字だからやめてしまうっていう、絶対お金出したくないですもんね、はいはい、ですが
それが思んないとはちょっとイコールじゃないじゃないですか、赤字だけれど。なるほどね、その発想なかった。めちゃくちゃ面白いかもしれない。そうするとそういったものっていうのは世の中にないんだなと思って、はい、そっか、そういったアイデアが、これまで取りこぼされてるんだ地球上でって考えた時に、ね、これまで落ちてしまったもう面白いけれどもう採算が取れないからやめてしまおうっていうようなことを、はいはいはい、もう片っ端からやっていこうっていうのを、はい、その2011年か12年に思って、でそっから最初はタレント活動もしつつなんですけど、別で自分の会社作って、はい、最初なんかプロジェクトするごとにクラウドファンディングやってたんですよ。ですがやっぱクラウドファンディングで結構花火っぽいなと思って、まあ一発目も盛り上がる、二発目も盛り上がる、はいはいはい、ただこれがずっと連続になってきた時にそろそろ飽きてきたぞって思った時に、そのお金の出どころがクラウドファンディングだとバテちゃうなと思って、はい、もうちょっと定期的なやつがいいなと思ってオンラインサロン。なるほどね。そうなんです。ちょっとお金のこと聞きたいんですけど、はい、じゃあお笑い芸人さんの時ってどんくらいだったんですか。 最高でしょ、教えてください。一番僕本当に冗談抜きで、これ梶原くんに聞いてもらってもそう答えると思うんですけど、はい、僕知らないですっていうのは嘘でしょ。本当ですか。給料明細一回も見たことはなくて、はい、本当に興味がないんですよ。じゃあ今のサロンの売上とかも分かんないですか。あ、サロンの売上は分かりますよ。だから人数かける年段なんでサロンの売上は分かりますが、1円もいただいてないですね。そんなことあります？本当。じゃあ誰がもらうんですか。全部変なことで使ってます。ああなるほどね。はいはい。その飛行機買ったりとか、なんか変な土地買ってなんかそこでなんかしたりだとか、全部変なことに使って、それはそういうことに使うっていう、でそれでサロンメンバーさんを楽しませるっていう、要は例えば飛行機を買って、うん、その飛行機を真ん中に置いたホテルを作るってなったらば。その作るまでの過程をちゃんとサロンで公開したりだとか、あとは、そういうものを作るときに例えば大工さんが必要だとかそういうことになったら、もうサロンメンバーさんの中から大工さんを募集して、でサロンの売り上げからサロンメンバーさんに払っていくんですか。お支払いしてっていう、でとにかくお金稼ぐことは全然興味がなくて、その回すっていうことは非常に興味があるっていう、でそれでまあ経済が待っていればもう別によくて、年間の売り上げとか気になるんですけどね。いや、どれぐらいキャッシュローがあるんですか。なんかあのもうサロンはもうあのバラしたっていうか、はい、今、前までサロン1本だったんですけど、サロンでやってた大体毎日記事を2,000〜3,000文字発信してるんですけど、はい、それを YouTube のメンバーシップと、はい、あとボイシーっていう音声メディアなんですけど、そのボイシーのまたそれもメンバーシップみたいなのあるんですけど、はい、全部月額なんですけど、はい、その3つぐらいにバラしたんで、はい、で3つの売り上げどれぐらいでしょう。ちょっとまあ合計で言うと、はい、まあ、5万人ぐらいいるはずなんですよ。5万人おお、あの月額1000円の人みたいな人は、はい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 、だからあんま言いたくないですけど、なんかそれ言うと5000万ですか。ですがあのそうですね、でもですがそれを、すごいな、儲かってます。年間6億ですよ。要は仕入れとかじゃなくて自分の情報発信できるから、そうですね、利益率超高いんですよ多分。利益率超高い、はいはい、すごいっすね。いやそうっすか。でも多分オンラインサロンもなんかこうもう千差万別で、はいはい、もういろんなやつがあると思うんですよ。それこそ、はい、経営のこと教えますっていうオンラインサロンもあるかもしれませんし、わかんないですけどお金の稼ぎ方教えますみたいなことのサロンもあるかもしれませんし、はい、もう僕はもう全然違って、はい、もう基本的に教えますじゃないですよ、はいはいはい、教えますはやっぱ基本的に教えます系は絶対破綻すると思って、もう、まあ、先がないっていうか、まあそうですね、はい、まあ、お金稼げますみたいなことを教えてしまうと、うん、当然、お金稼げるようになった人は辞めるし、うん、ずっと稼げない人はこのサロン意味ないじゃないかって辞めるし、はい、教えます系っていうのは基本的には長くないなと思ってて、メイキングというかドキュメンタリーを本当にライブで見ることができるとかいうのをやってたらば見たいですけどね僕。なるほど。じゃないですか。一緒に楽しむ系ですよね。堀江さんとか感じてそうですね。堀江さん何も教えてないですもん。はい、はい。一体こう何を最後目指してるんですか。エンタメで世界取るですね。エンタメで、はい、今んとこエンタメで世界取ってるのなんとなくディズニーのイメージ。はい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 。でそれはもう間違いないと思う、はい、やっぱすごいやっぱ面白いし、はい、最高だなと思うんですけど、はい、ただなんかちゃんとそこには挑みたいなと思ってて。はい、なのでそれ以上のことをやるっていうすごい漠然としたあれで申し訳ないですけど、まあ、映画もやってミュージカルもやって、あと街を作る、街を作るですね。
すごいですね、街。街楽しいですね。街できたらやばくないですか。街やったらいいっすよ。街やりましょうよ。やったらいいってそんな感じできなくないですか。青汁タウンやりましょう。絶対絶対ありますよ。青汁タウンやりたいですけどね。はい。